そうですね、すごくみんな、いい雰囲気で練習をできて、本当にいいスタートを切れたなという感じです。そうですね、やっぱり少しは意識をする部分もあったんですけど、まずは本当に自分の体をしっかり作ることが大事なので、そういうことを考えないで、本当に自分のことに集中してやってました。そうですね、とりあえずもうどうだったかという話だったので、元気に過ごしましたという、会話をしました。そうですね、やっぱり本当に自分たちの監督ということなので、あんまりそういうことを考えないで、少しずつ本当に話していければいいなと思います。そうですね、それはもう高校時代の頃に順調先生によく言われていた言葉で、本当に何ですかね、こうマウンドに立たせてもらうことが多くて、どうしてもピンチの時とかにやっぱり頭だけじゃなくて、こう冷静になれなかったり、本当に気持ちだけでいってしまった部分が多くて、それを先生に頭だけでいいよ、頭だけ冷静で体はしっかり本当にポジションを回していけって言われて、そこから本当に自分のピッチングが変わっていったので、本当に高校の時もそれを大事にして、まずは初心だったので、その言葉を主張しました。そうですね、やっぱり一番は体力面だったり、体幹だったり、技術もそうですけど、まずは本当にそういった体のことを鍛えてやっていきたいなと思います。